502502502だっけ。あ、はい、あの突き当たりじゃないですかね。あ、ここか、ここか、はい、奥さん歩き疲れたんでしょ今日。え、マッサージあるからさ、使っていいから。あ、ありがとうございます。でも確かあったよな。あ、はい、前回出張の時にありましたね、うん、あれ前回も5回だったっけ。そうですね、確か、はい、お、じゃあさ、あれだ、部屋入ってちょっと軽く打ち合わせすっか。あ、かしこまりました、せんな、はい、奥さんもほら入んなよ。あ、入って入って、失礼いたします。あら、奥様失礼します。ということでさ、来週の金曜土曜頼むよ、花。でもさ、どうして私が同行しなきゃいけないの？どうしてって黒崎専務がそう言うから。だってあれでしょ、ただの地方出張でしょ。うん、そう。なんや、うちの北関東支店の、まあ、専務と僕の出張にっていうことでね。うん、なんやら春菜くんの奥さんもぜひって。だからどうして社員の妻が同行しなきゃいけないのよ。うんうん、そうだよ、うん、そうだよ、俺もわかるよ、わかってるよ。うん、でもさ、そこをなんとか、もう黒崎専務だよ。なんかこう、いわゆる人事権を持つ人というかさ、あ、ほら、あの同期の山下いるだろ。その山下の奥さんが去年その出張に行って同行したらしいんだよ。そしたらさ、その次の人事異動でさ、あいつ部長になったんだよ。要はさ、山下の奥さんが黒崎専務の機嫌を取りに行って、ああ、部長になったんだなと思うとさ、俺もさ、なんか同期に先を越されて悔しいんだよ。わかるだろ。じゃあ要するに、私が出張に同行してその黒崎専務さんに接待しろって話？あ、うん、まあ接待というか、うん、黒崎専務の機嫌を取るだけでいいんだよ。その黒崎専務さんってさ、その要するにあの人だよね。うんうん、はあ、私あの人苦手なんだよね。なんていうか、セクハラ、パワハラ、なんて言うんだろう、デリカシーのなさ、生理的に無理なの私。うん、うん、いや、もう本当に丸かってるんだけどね、そこをなんとか頼むよ、僕の昇進がかかってるんだ。ああ、分かった、分かりました。来週の金曜だっけ。お、うん、金土泊まり。ああ、泊まりね、分かったわ。まあ今回だけ、まあ、準備しておく。本当か。いや、 あ、 ありがとう。帰ったら、うん、何でもお願い聞くからさ。ありがとう、本当。本当に？うん、絶対。できるところまでは。しょうがないな。じゃあ準備してるわね。うん、よろしく頼む。それで二人が予約したんだっけ。あ、はい、あのこちらのツインと同じフロアにシングルデラックスの方に、はい、部屋があります。あ、そう、はい、じゃあ私はそこのシングルの方で寝ればいいんじゃない。あ、はい、そうですね。
はい、でこちらは私と妻で使わせていただきます。奥さん疲れたでしょねえ、足とか大丈夫？はい、大丈夫です。肩も凝ったんじゃないの？じゃあ打ち合わせしちゃおうか。あ、はい、かしこまりましたね。はい、じゃあすいません。よいしょ。はい、あ、そうですね、うん、あ、では今日の会議の報告からさせていただきます、うんうん、はい、まずは先方とアポですね、打ち合わせをいたしまして、うん、まあ、あとは、稟議書も受けさせていただきました。稟議書、はい、うん、でこれをさらにですね、法務長の方へと見積もりを上げましてから、うん、で、あ、そうそう、あと例のプロジェクトの進捗具合も報告させていただきますね。なんですね、あちらの役所の方までと収まりをさせていただきます、ね、うん、はい、で、あとは先方のスケジュール次第というところでございます。スケジュール次第ね、はい、はい、あとはですね、先方の、社長決裁を待っております。そんな状況ですね。あ、了解、はい、あとは本社の、田中くんが、動いてくれています。はい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 、はい、いかがでしょうか。あ、じゃあ以上だね。そうですね、うん、はい、今日はこんなところだと思います。うーん、奥さん足とかむくんでない？大丈夫？マッサージしようか。いやいやいや、大丈夫です、大丈夫です。いいよ、遠慮しなくて、俺結構うまいから。本当に大丈夫です。そうかい、うん、ああ、ああ、もしもし、もしもし、ああ、どうも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 、はい、お世話になります。え、ゴルフ？いや、行けてないんですよ。ん？どうした？そう、私お風呂入りたいんだけど。ん？うん、どうぞ。ええ、どうぞじゃなくて、専務。ああ、あ、なるほどね。どうなのかな、うん、新しいクラブも買ったんですよね。専務、お部屋から出してよ。うん、おお、なるほど。でもさ、花がお風呂に入ったところでさ、別に覗きに行くわけじゃないしさ、で見えるわけでもないじゃないか。そうですか。じゃあ絶対あなた部屋にいてよ。あ、うん、それはもちろん、はあはあ、絶対いるから、そこは大丈夫だよ。そんなことがあったんですね、はあ、絶対だからね。絶対いるから、うん、大丈夫大丈夫、はあ、ああ、私も知ってますよ、ベハスさんでしょ、うん、はあ、あ、わかりましたわかりました、じゃあまたかけ直しますわ。はい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 、はい、専務、どうした？ちょっと妻、先にお風呂の方をいただいてよろしいですか？お風呂？はい、いや、別に構わんよ。あ、そうですか、はい、じゃあすみません、お風呂行ってきます。あー、ごゆっくりごゆっくり。しかし、アルナ君、はい、これしかないのかね、飲み物は。ああ、あ、失礼いたしました、はい、ビールしか。私ね、ビールあんま好きじゃないんだよ。あ、そうでしたか、それは失礼いたしました。なんかチューハイみたいのないの？チューハイみたい。チューハイですか、うん、あ、じゃあ、あの、私ちょっと買ってきます。確か最寄りのコンビニはどこだっけかな。いや、とりあえずじゃあ買ってきてよ、チューハイ。あ、はい、かしこまりました。頼むよ。はい、失礼いたします、うん、
信じられない、本当。ねえ、私が入ってるの分かってるでしょ。まあ、そんな怒るなって。怒るでしょ。まあまあまあ、うん、俺だってさ、裸見られてとかその平気じゃないよ。平気じゃないけどさ、多分悪気はないと思うんだよな。あ、そうだ、それに専務ドッキンガンだって言ってたからさ、見えてないよ、多分。うん、多分。うん、そう、あなたは平気なんだね、私の裸見られて。平気じゃないって、うん、とにかく私、専務さん、生理的に絶対に無理だから。この今回だって妻が同行する出張、今回限りでお願いしますね。うん、分かった分かった、はい。主人、お酒弱いね。そうですね。あ、私お水買ってきますね。あ、悪いね奥さん。エレベーターの前に自販機ある。奥さん、自販機、わかりました。はい、大丈夫でした。春菜くん、酔っ払っちゃったみたいでね。そうみたいですね。お酒あまり強くないみたいで、うちの人。私が飲ませすぎちゃったかな。戻りますね。ありがとうございました、専務。私そろそろ。そろそろなんだよ。ん？いや、だからお休みしようかと。何言ってんだよ、さ。おはよう。あ、おはようございます、先輩。あ、昨日はすいませんでした。寝落ちしてしまって。いいんだよ。うん、おはよう。昨夜はよく眠れた。ああ、そろそろチェックアウトの時間だな。はい、そうですね。はい、あ、そうだ、春菜くんさ、はい、車、はい、駐車場ずいぶん遠かっただろう。ああ、そうですね。はい、北口の。みんなで行くのもなんだから、取ってきてくんねえか。あ、かしこまりました。あと確かシャトルバスで行った第2だか第3駐車場の方。そう、立体の方。立体の方ですか。うん、あ、そうですね、結構かかると思いますので、なるべく急いで取ってきますので、エントランスにさ、止めといて。あ、かしこまりました。では行ってきます。頼むよ。はい。